ソフトバンク、助かる。12日に負傷交代したソフトバンクの近藤健介外野手が、みずほペイペイドームのグラウンドに姿を現し、ストレッチなどを行った。打撃練習など全体の練習にも参加する見込みで、村松打撃コーチは、大丈夫ですと語った。12日のヤクルト戦、4回のレフト守備で、ライナー性の当たりに猛チャージをかけた際に顔面からグラウンドに落ち、体が1回転した。そのままプレーは続行。4回ワンアウトで打席に入り、ファーストゴロダブルプレーに倒れ、5回の守備で退いていた。小久保監督は、捻挫です。抹消はしませんと説明。出場の可否は練習の状況を見ながら判断する。ひどい怪我ではなくて一安心。アピールできる場が与えられている若手選手たちは、今が頑張り時です。少し休ませてあげてください。コンちゃんが心配で今日一日、そわそわしてたけど、大事には至らなくてよかった。日々進んでるチームのベテランがあんなファイト溢れるプレー。若手も見習ってほしい。今はとりあえず安静にベンチにいてほしい。癖になってほしくないし、長引いてもらっても困る。しっかり直してほしい。がそれを許す試合を他選手に、今は頑張ってもらいたいです。残りの交流戦4試合は若手の起用で経験積ます方が後々戦力の底上げになると思うけど。そろそろさ、柳田クラスをお金で連れてくるんじゃなく、自前で育てないと危ないと思う。骨に異常ないとはいえ、捻挫してるならしばらく休ませるとかしましょうよ。コンちゃんは全力プレイの結果だろうけど、無茶は控えよう。コンスケ、ギータと主軸が長期離脱は避けたかっただろうしね。近藤が万全になるまで笹川を試してほしい。これを機にコンちゃんの DH 起用を増やしてください。なんなら、残りの交流戦休んだらベンチにいるだけでも頼りになる。完全に治るまで休むべき。トップ独走だから大丈夫。無理するな、来週のロッテ戦からの出場で良いよ。もういい、寝ろ。